池田園駅は北海道亀田郡七重町郡側にある北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は N71。電報略号はいた。当地開拓に尽力した人物が付近一帯を大沼国定公園に付随させ公園にしようという計画を持っていたため開拓者の名字に縁を付け記念として名付けられた地名に由来する。また、大沼電鉄級。 鬼柳駅に由来する鬼柳という地名は、古書に、大沼湖の南岸の地名として伝えられているのが、確認できる。七重町支線 131p 北海道正木市、大沼の南岸、停車場より、東山頂余りに、鬼柳と称するところあり、風景の絶下なる沼中、第一たり。伝え言う、昔、鬼柳という相撲、今日ここに構え、大酒法一祖母にして、 常に村民を苦しむること、年あり、村民怒りで共に測り、夜中遅いて、鬼柳を倒し、その交換除く、ゆえにこのなあり。記述だと、池田縁近辺が、この、鬼柳に特定できる。島式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは、線路の北側に存在する。点鉄機を持たない、防線駅となっている。かつては、 島式ホーム一面に線を有する列車交換可能な交換駅であった。1983年4月時点では駅舎よりが上り線、駅舎と反対側が下り及び上り対比用の線であった。その他下り線の大沼方に安全側線を有した。交換設備運用廃止後は線路は側線を含め1993年3月までには撤去された。 点鉄つの形状は、旧上り線からの片開き分岐であった。大沼駅管理の無人駅となっている。駅舎は、校内の南側に位置し、ホームとは、古線橋で連絡している。有人駅時代の駅舎は改築され、外壁にサイリングボードが貼られ、観光灰の屋根を持つ、簡易駅舎となっている。駅舎内にトイレを有する。なお、ホームの裏にも住宅が数軒あり。 大沼公園ユースホステルもその方面にあるため、踏み跡ができている。駅付近の流山温泉駅型に、北海道内で一番短いトンネルである池田園トンネルがあり、その地点が、佐原線のサミットに近い。1976年の池田園駅と、周囲約750メートル範囲。左が、大沼方面。国土交通省国土画像情報をもとに、 作成沢良線のサミットに近い。大沼電鉄との関係は、国鉄による同鉄道の買収ではなく新線開通に伴う廃止であり、別の駅となる。大沼電鉄の池田園駅は、現在の JR 地電園駅の東側に位置していた。1999年時点で、駅施設自体の痕跡は何もないが、2010年時点では、駅の移用積み込み施設、 あるいは作動施設と思われる溶壁が苔に覆われて残存していた。ありがとうございます。